いのこれ。よっ。え？先把这个炒香就好了。大丈夫。大丈夫。どうだったかな。このぐらい、このぐらい。あんまり入れすぎない方がいいのかな。不要不要不要放太多了。一時間半経ちました。開けてみます。大家好，我是北海道女婿 Jerry。大家好，我是赖美惠。今日は台湾の麻油鸡を作ろうと思います。私は本当に麻油鸡が好きで、この間台湾に帰った時に老公のママに作り方を教えてもらってきました。その時にママがこれ日本に売ってないから買って持って帰った方がいいっていうことで、对，这一次就是从台湾带回来这个益美的纯黑麻油，然后要做这个麻油鸡。奈美惠真的非常非常喜欢台湾的麻油鸡。この間台湾に帰ってて、もう半分は麻油鸡を食べてた。还有那个 Leo 君也很喜欢吃哦，用这个电锅做完麻油鸡之后呢，也要给 Leo 君吃看看哦。さ、作ってみましょう。开始做喽。じゃん。チキン丸々買ってきました。2138円。ちょっと高いよね。でも 100g110円だから普通かな。さあ切っていきます。おっと、うん。大きい。在日本啊，他的这个鸡头一定会砍掉。嗯。これよいしょ、困ったね。とりあえずちっちゃくちっちゃく切っていきましょう。你第一次做麻油鸡吗？第一次、本当ママの作ってるのを黙って横で見ながら教えてもらってた。要考验一下你的厨艺。レン君もね、台湾食べてたよ、美味しい美味しいって。お、レン君也喜欢吃麻油鸡啊。ママが好きなものは子供たちも好きなんです。老公は台湾で何が一番好きなの？都好吃、都好吃。いや、都好吃じゃなくて、なんか一個ぐらいあるでしょ。大家对我喜欢吃什么没有兴趣的。私は麻油鸡と家潜水鸡、そう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 、鳥が大好き、美味しい、本当に絶対帰ったら食べる。はい、切り終わりました。これでさっきのチキンの半分だけ。次は生姜切ります。麻油鸡的灵魂就是姜啊。うん、生姜はね、皮むくのはスプーンを使う、こうやって。私はね、こうスプーンで皮を剥くって教えてもらったんだけど、でもね、ママね、皮を剥かずにサササッってやってたな。そういえば皮を剥かなくていいのかな。生姜は大きめに切るってママ。老公も食べたいでしょ。うん、我很想吃。マヨジ好き？マヨジ好きよ。マヨジは鶏肉だけだけど、私バイエ豆腐が好きなんだけど日本に売ってないの。だから代わりにこの豆腐とあとクラゲも入れようと思う。多分台湾のマヨジは鶏肉だけ。そう、高麗菜。ああ、そうそう。はい、材料が全部揃いました。じゃあここから作っていこうと思います。ほんとね、初めて作るからね、ちゃんと美味しくできるかな。まず生姜と鶏肉をママに教えてもらったのを今思い出して、いいんだよね、油で炒めてて。ごま油で炒めてたかな、ママ。そういえば、いや、え、え、先把这个炒香就好了。大丈夫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 。あれ、どうだったかな。なんかやっぱりこのじゃーん、もうこれだけで麻油鸡って感じ。有有有、哎呀、有麻油鸡的味道。うん、やっぱりね、油じゃなくて麻油鸡だった。じゃーん、ほんと。はい、
い、いい感じに生姜ができたので次来呀，鶏肉入れます。下鸡肉了，下鸡肉了，下鸡肉了。よし。おお。嬉しい。日本でも麻油鸡食べれるなんて嬉しい。我们在外面摆一个麻油鸡摊好了。嗯。嗯，你做一碗给你朋友吃看看好了。嗯。给那个玛雅桑吃看看。啊，玛雅桑，玛雅桑。もうちょっと入れてみようかな。え、こんな風に入れちゃっていいのかな？我妈妈说，想多一点麻油的味道就可以加多一点。嗯，いや、ママはね、絶対水じゃなくて、お酒も入れてって言って。あ、だけど、ちょっと、子供たち食べるから、こう、火に通して、こう、蒸発させると、お酒のアルコールが飛ぶから、で、この後に、炊飯器にね、入れて、グツグツ煮込めば、出来上がり。我们放在电锅里面，把那个鸡肉再炖烂一点，给小孩吃。嗯，はい、肉ができたので、炊飯器の鍋に入れようと思います。この新しい東芝の炊飯器なんだけど、昔は厚さ2ミリしかなかったんだけど、今回新しいのは4ミリもあるの。だからちょっと厚みができたことによって保温効果もあるし、本当に全体的にお米もふっくり焼き上がるようになりました。サイズも15サイズでいっぱい入るから、今日の麻油鸡もね、いっぱい作ろうと思います。今日はスープを作るんだけど、これはパンケーキとか、あと炊き込みご飯とか、何でもいろいろとねできちゃうから、次は何作ろうかなと思いながら、すごい、鍋だと溢れるぐらいだったのに、見てサイズがね多いからいっぱい入る。そしてここからが台湾で買ってきたこのジータン入れます。おいしくなれ、おいしくなれ。そしてクラゲも入れて、あと私ね豆腐好きだから、この豆腐も入れます。台湾では入ってないかな。入ってない。でもこれね、ま、あのレオくんも豆腐好きだから。最後にキャベツ入れて、そう、少しね水をポーンとって、最後に麻油鸡。このぐらい、このぐらい、あんまり入れすぎない方がいいのかな。不要不要不要放太多啦。不够再放就好了。じゃあこれで終わりにします。じゃあ最後に。いやー、ほんとこの匂い台湾を思い出すよ。これを持っていきます。麻油鸡、よし。ご飯炊くときはこれだけど、このちゃんとタンっていうのがあるから、これに合わせて、で合わせたら2時間なんだけど、今回は1時間半で作ります。はい、スタート。私の麻油鸡。1時間半後が楽しみ。1時間半経ちました。どんな感じかな、開けてみます。わー、麻油鸡の香り、あー、いい香り。もうすっごいテンション上がってる。わー、気分高涨。わー、見て見て、お肉も柔らかい。ほんとさ、グツグツ煮なくていいから、そのまま具をねパッて入れてスイッチ押すだけでできちゃった。いいね。你先喝汤喝看看。うん。おいしい。あー、麻油鸡。いや、大げさじゃないの。本当に本当に美味しいの。有点夸张。我来喝看看。どうぞ。ちゃんと座って。我吃完看啊。熱い。
这个炖得非常软。嗯，很有麻油鸡的味道。那，那，你应该没有加盐。加盐。盐巴。啊，盐巴忘れた。稍微。ちょっと入れた方がいい？味道是够的 ，OK 啦，成功成功了。那等一下就等两个小孩来鉴定这个麻油鸡面线了。嗯 ，good good good。关关，はい。ママが作った麻油鸡をまずはレン君に。来哟，两个小孩都回家了。はい。まずご飯食べるときは。いただきます。レオ君は？いただきます。いただきます。はい。はい、どうぞ。今天是台湾的麻油鸡。うん。熱くないよ、もう。どう？スープも飲んでみて。正直にね。飲んで、飲んで、飲んで。ちょっと飲んでみて。どう？どう？ママの麻油鸡。あんま作ったやつと違う？同じ？阿妈と同じ。阿妈と同じ。哎，成功了。美味しい。跟阿妈做的一样啊。这个叫麻油鸡。麻。麻油鸡好きですか？麻油鸡。麻油鸡的。これは？だよ。Good。普通ね、普通啊，豆腐腐汁啦。对，お肉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 ，次お肉。炖的又比较软的。嗯。どう？どう？あたしは柔らかい。え？嗯。味は味しない？哦，他说味道不够入味。でも柔らかいって。嗯。だから落としちゃおうか。お手手押さえて。どう？美味しい？おかわりする。おかわりする？いっぱいあるよ。次はレオくん。はい、お待たせ。你不要抢镜头啦，换你弟弟的啦。你吃你的。待って、ママの麻油鸡。はい。おいしい。我要整个端，你要妈妈拿个小碗让他整个喝啦，太大了，妈妈。好啦，一拿走，看我拿小碗给你，好不好？好，拿小碗，好，自己吃。はい、どうぞ。来，吃不？来。少ない。太少了，然后多一点。哇，好大口。すごく。どう、レオくん、ママの麻油鸡美味しい？哎，谢谢妈妈。好吃，阿力，啊，好吃，林君，好吃，好吃。这个叫好喝，好喝，好喝。好吃。炊飯器だから温め直さなくてもそのまま熱々の麻油鸡を。すごいお肉が柔らかい。よし、はい、パパどうぞ。ママが作った麻油鸡めっちゃお肉が柔らかくて美味しい。へえ。好吃。
わあ、美味しかったね、レン君。うん、美味しかった。万葉寺大成功、イエーイ。本当美味しかった。ほら、これだけあるからあと何回作れるかな。また作るね。うん、多分あと20回くらい。20回あー、20次あ。大好きな万葉寺も食べられて、美味しい台湾ピージョも飲んで、ママ幸せ。この東芝の炊飯器でもう何でも作れちゃうから、またいろんなの作ってあげるね、蓮くん。うん。じゃあこれいくらかわかる？アーチバーリン。そう、すごくおすすめだから、またみんな使ってみてね。下にリンク貼っとくので、よかったら見てください。みんな見てくれてありがとう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。リオくん、バイバイは。リオくん、バイバイ。あ、でこれね、跳ねるか、これこれで、これ。わわわわ。レオくん、ほら、もう一回、レオくん。